はい、どうも、スケです。今回はグラクロやっていきたいと思います。今はね、ただいま5時で、ちょうどアップデートが終わりまして、こちら、新しいね、チャプター7が解放されたということで進めていきたいところなんですけど、まあ、なんといっても、このね、新キャラクターの登場、2キャラクターね、アーサーとガランが追加されたということで、前回ね、エレイン、ガチャは、70連80連して爆死だったということでね、ちょっとね、その時イライラして、それ以降ね、エレインのガチャ一切引いてないんですけど、ちょっと今回は、まあ、ガランかアーサーちょっと10連していきたいと思いますので、多分最速だと思うのです、思いますので、ぜひともこの30連じゃない、この10連で当てたいと思います。当たらなかったら大概にせよ。さあ、なんか演出ちょっと変わって、なんか剣変わってる。確定演出だったら嬉しいけど、リズの探検とかじゃなかったよね今の。俺の見間違い、これ神器じゃん。これ確定演出なのでは。はい、来た。さあ最速で実家当てていくか。は、あれだ、確定演出だから多分ゴールドのやつから上がるぞ、カクッと。さあ、ディアンヌ。まあまあ、いいです。さあ、ドレファス。シルバー飛ばします。初手、いいですね。さあ、スレイダー。でももう、スキルレベルマックスがもういらないな、正直。多分、ショコッと上がるはずなんでね。ジェリコ。シルバーからゴールドとかの演出はないのかな。はい、来た。さあ、これで来たー。神引き、あざす。さあ、今回のガチャ持っている男、 SK でございます。まあ、あと正直飛ばそうかな。イエス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 、当たったよ。これね、爆発炎だ、これ。まあ、紹介していくと、まあ、自分にバフ効果1個ついてるにつき、当てるダメージ 30% プラス増えるっていう、まあ、450% もダメージ入るし、でスキル2の方が、すべての敵の攻撃力に 60% のダメージ、まあ、これだと170で、出血ダメージね。まあ、出血のダメージえぐいし、必殺もえぐかったと思う。50% スキル、ステータス上がって420のダメージあったよ。でね、効果がね、映んないか。まあいいや。よかったと思うんで、やった。エレインの爆死を回避する10連で当てていく神引き、あざっす。